こんにちは、あれいです、今回はですね、5月の20日に撮っております、今回はLUNACY のRYUICHIさん風メイクに挑戦してみました。で、思いっきり、CY の頃っていうか、スレーブの間ではレイラ様って呼ばれてる時期のRYUICHIさんをに挑戦してみました。で、今回のメイクはかなり思いつきでやっちゃいましたので、ちょっとまあ精度とかはいまいちかもしれませんけれども、今回もですね、これ以前に使ったことある、こいつ結構ヘビーユーズしている網と、これは杉蔵さんのコスプレの時に着ているルナマティーノ風のガウン、これ結構かっこよくて普通に好きなんですけどね、みたいな感じで、今回もお家にあるものでやってみました。で、エクステがね、銀色とかの方がぽかったのかもしれないですけど、ちょっと紫のイメージもあったので紫にしてみました。で、もうちょっと太いワッフルアイロンがあったんですけど、ちょっと引っ越しの時にどっかに紛れ込んでしまって見つけられなくって、細いワッフルアイロンでちょっと無理やり頑張りました。参考にしたのがブラックボックスと、美少画廊っていうヘアメイクさんの写真集に出た時のRYUICHIさんだったので、ちょっとそれをミックスしたイメージで、やってみました。自分の中でも、ブラックボックスの時のRYUICHIさんって、イメージがヴァンパイアなんで、ヴァンパイアがね、めっちゃ好きなんで、かっこいいっすね。みたいな。後半の、ここら辺ですかね、ここら辺の、ちょっとリュウちゃんをイメージしてやってみました。かっこいい普段は、杉蔵さんスレーブっていう風に自分はずっと言ってるんですけども、やっぱりLUNACYの5人の影響って自分はすごく受けてるなって思うんですけど、特にリュウちゃんの歌詞から受けてる影響ってすごく大きいんだなって、こう人生の節目でなんか大きな決断をするときとかに、自分の考え方を今まで振り返ってみると、すごくリュウちゃんの歌詞から受けてる影響ってやっぱりすごく大きくって、やっぱり杉蔵さんだけじゃなくて、ルナシーはやっぱりリュウちゃんがいて、Jさんがいて、ルナさんがいて、しんちゃんがいて、みんながいて、自分の人格を形成しているんだなっていうのを、結構最近かな、なんかいろいろ自分の人生を振り返ってみると、そうだなって思うことがありました。なんでリュウちゃんがいなければ今の自分のこの精神性っていうのはちょっと違ったものになってたと思いますし、やっぱりルナシーは5人でルナシーなんだなっていうふうに思います。なんで、自分の人格を形成してくれた大切な方の誕生日なので、こんな形ですけれども、自分なりにのお祝いをしてみました。はい。ということで、今回のメイクっていうのはちょっと自分探り探りなので、ご参考になるかはちょっとわからないんですけれども、よかったらご覧になってみてください。